今日は、今日こそは、バイト先の憧れの先輩にやっと告白するぞ。いける、絶対いける、いけるぞアキナ、よーし頑張れ俺。あ、先輩、今日仕事終わったらちょっと時間、いらっしゃいませ。せっかく先輩と話せると思ったのに、早速お客さんだよ、タイミング悪い。こちらのお席へどうぞ。あっとっとっと、先輩の前で、お客さんの前で転ぶわけには、転ぶわけにはいかない。失礼しました、こちらのお席はいかがですか。うわ、まだこの席片付けてないじゃん。俺としたことが頭がいっぱいで仕事に手が回ってなかったなんて。これは、これはピンチはチャンス。高速で片付けて先輩にもお客さんにもいいとこ見せるぜ。すぐ片付けますね。よいしょっと、あ、先輩、そんないいっすよ、ここは俺が。本当っすか、ありがとうございます。あー申し訳ない、先輩が手伝ってくれてる、俺なんかのために。かたじけねえ。でも俺そんな先輩のそういう優しいところが好きになったんだよな。あー好きだ、好きだ、好きだ。先輩、俺、先輩のこと大好きです。ってなんで俺だけほとんど心の声やねー。ちゃんちゃん。チャンネル登録してね、してね。チャンネル登録したら、したら。まちぐさがみんなのことを、しばきに行くわよ、マッチョ。